日本武道館で最初にプロレスが行われたのは日本プロレス時代昭和41年12月3日馬場対エリックの名勝負でした。あれから四半世紀余り、幾多の名選手が歴史を刻み込んでまいりました。そして今、世界タッグ選手権が新たな歴史を刻んでまいります。スタンハンセンは最強タッグ2連覇を達成しました。今回のパートナーはテリー・ゴディ。その強烈なパワーを遺憾なく発揮しまして見事な優勝でありました。さあ次は馬場の首を狙うんだ。このスタンハンセン、ゆっくりと入場であります。今回は参謀役にもらったか顔のテリーボディ、このコーナーサイドに入ってまいりました。さあ入ってまいります。まさしく大巨人タッグ。今日はなんと入場テーマはこの日本テレビのテーマソングですね。スポーツテーマですね。まあまさに全日本プロレス大巨人タッグ、全日本の顔と言ってもいいこの2人です。ゆっくりゆっくりリングインであります。世界タッグ選手権試合60分一本勝負を行います。青コーナー挑戦者チーム300ポンドスタンハンセン。今こそ馬場の首を狙う時、スタンハンセンです。そして虎視眈々狙っているのは外国人最強の座、そして全日本最強の座、テリーゴディです。ババ赤コーナー世界卓球選手権チャンピオンチーム300ポンドジャイアントババ悠々ジャイアントババ偶然アンドレザジャイアントです。レフリー和田恭平。さあ大巨人タッグの初防衛戦であります。世界タッグ選手権試合、これまた夢のカードとなりました。世界最強タッグ決定リーグ戦の覇者ハンセンゴディ組が挑戦です。世界タッグ選手権試合、ババアンドレ、まずババとハンセンです。吸い込まれていきました。ダブル実況でお送りしていきます。実況私は山田大輝です。すごい歓声だ、息苦しいほどの熱気。エルボーハンセン、ハンセンと馬場の対決です。打っていきます。逆に返した、ハンセン打っていきます。ベルト奪還を目指します。この前のチャンピオンはハンセン、ベイダー組でした。対角線に振っていった、ストマックに突き刺さります。そのハンセン、ベイダー組を破ったのがこの大巨人コンビであります。逆に返します。ハンセンは締め上げていきます。この時はリングアウト負けですので悔しさいっぱいという感じでありました。なんとか今日はリング上で決着をつけて打っていきます。馬場にウエスタンラリアットを打っていきたい、そういった気持ちが強いでしょう。スタンハンセンであります。あっとパンチです。最強タッグを戦ってきました。腕を固めていきます。武藤そしてノートン組との死闘を見事勝利で収めてのこの挑戦であります。エルボーを打っていきました。投げていきます。エルボスターです。そのまま全体重を預けます。
そう、ハンセンがまず馬場を攻めていきます。馬場の足に照準を絞るか、スタンハンセン倒していきます。ウィングメイヤーです。ハンセン、ゴディ組は終始最強タッグの戦いでもどちらかの選手に照準を絞ってスリーパーに捉えます。ロンリーバトルに持ち込むという、そういった展開が非常に多かったんですが、今日はどうでしょうか。まだスタンハンセン、黄金の左腕、鎌首をもたげることはありません。このブラックサポーターを直す瞬間が地獄への一里塚となるでしょう。アンドレに巻き投げます。あとここはうまく、この辺りは老快です、ジャイアントババ。そして首を取っていきます。長期戦を睨んでの攻めです。ロープに逃れます。いや、ゴディに設置、ババは下がりません。さあ今度はゴディとババです。エルボー打ち込みます。逆に返します。上がっていきました、ジャイアントババ。そしてあと赤コーナーサイドのところですが、もう一回膝です。逆に返した。さあアンドレにスイッチ、アンドレとゴディ、ゴディが小さく見えます。させません。上がらない。ゴディもさすがにこの大きな相手どう戦っていこうかというところでしょうか。振り返していったのはアンドレだ。蹴りを見舞います。キックです。一発一発の重みがあります。あとこれはあっと倒していきます。強烈です。払い腰のように持ってきました。さあアンドレもう一発だ。そのまま倒していきます。全体重がのしかかります。さすがのボディも強烈に締めていきます。そしてフロントのネックロックでしょうか。逆に返した。ちょっとゴディがいつもの動きできないか。2位を蹴り上げます。ちょっとやりにくさがあるかテリーゴディ。まあもちろんあまりやったことのない対局でしょうね。この相手ショートレンジのラリアットです。魚雷ラリアット、あるいはパワーボム、そういったのを打っていけるかどうかです。ハンマーを振り下ろします。バットラフに出てまいります。絞り上げます。あとはネックアンギングだ。ロープに逃れます。倒していきます。投げていきました。すごい助走で締め上げていきます。そしてスリーパーです。ハンセン入ってくる。バーッと丸めていった。丸めていきましたが、権利があるのはゴディです。2位を突き上げます。さあここはショルダータックル。ショルダータックル。そしてあーっと危ない、フットスタンプです。大巨人のフットスタンプ。青コーナーサイド、膝を使います。アンドレが暴れています。さあ大巨人アンドレ、あーっとまたゴディを捕まえました。これはですがレフトのラリアット。さあここでハンセンに今度はスイッチ、ババが来ます。ババのカットだ。打ち込みます。大巨人コンビ連携がありますですが、ハンセンと今度はアンドレです。対角線。さあどうする、エルボーです。ハンセンとアンドレの戦いというのも見ものです。カウントがあります。カウントがあります。カウントがあります。かつての名勝負を思わせます。足をバタつかせて、アンドレは持ち上がりません。この2人の投げていきます。シングルマッチもこの全日本プロレスゲーム中継で見てみたい、そういう感じです。そのまま投げつけます。さまさに今日の日本武道館大会は夢の対決が詰まりに詰まった、そういった大会になりました。抱えていきます。こらえました。次期シリーズすでに決まっておりますので、ここで紹介しますと、新企画です。ジュニアの祭典、祭典チャンピオンカーニバルジュニアをお送りしてまいります。初代タイガーマンさんが電撃参戦という噂もあります。どうぞご期待ください。膝を使います。ジュニアの祭典です。
2位を蹴り上げます。赤コーナーサイドはババです。キックを打っていきます。ババと反戦になりました。のらりくらりというこのチャンピオンチームの戦い、抱えたやや攻めあぐんでいるかというのがハンセン。ボディングにダイブドライバー打ってきました。首から落とします。エルボー落としていく。さあゴディです。さあババに照準を絞るか。ショルダー館内がどよめきます。そして太ももタックル、ショルダータックル、カウントが入る。返していきます。さあやや2位を蹴り上げます。チャレンジャーチームの方に流れが来ているか。少し動きが速くなってきました。アトミックドラム落としたゴディがババを攻めます。こらえました。蹴っていった。そしてそのまま決めていった。バックブリーカーです。あ、バックブリーカーのような感じでした。エルボー打ち込む。今アンドレの影に隠れましたが2位を突き上げる。さあ今度はですがゴディです。抱えるか。そのまま投げていった。さあ少しババが捕まり加減になってきました。赤コーナーサイド、ここはスイッチ。さあアンドレです。ショルダータックル、ショルダータックル。一気加勢に行く。さあ持ち上がるか。捉えました。上がらない。これまた上がらない。あっと膝蹴り。ソルダータックルは、お、これは捉えました。テリボディ、しかしネスが減った。バッターものすごい表情だ。一発が重い。ロープに逃れます。これが大巨人の大巨人たるゆえんであります。鈍い音がする。あー抱えたぞ。危ない。落としていった。カナディアンバックブリーカーの体勢からそのまま落としていきました。さあゴディが今度は苦しいか。なんとかハンセンにスイッチです。さあ今度はハンセンとアンドレだが、アンドレの動きが少し止まっています。スタミナとなるとさすがにチャンピオンチームは苦しいか。そういったところに勝機を見出したチャレンジャーチームです。かわず落としはスターハンセン。そしてエルボーだ。さあ抑え込んで、ここはババのカットです。チャンピオンチームとしては水平打ち、やはりこういう長期戦になると打っていった。不安があるかもしれません。抱えた。ファイルドライバー。わーっと首から突き刺さった。ぐさっと刺さりました。スタンハンセン。ファイルドライバー強烈。さあアンドレ立ち上がる。今度はアンドレか。わーっと返していった。返しました。試合時間20分を過ぎています。大巨人が少し崩れかかるのか。ハンセンがフライングメイヤーです。どうだ。ここでカバーです。監督入る。どうだ。返しました。驚いた。ちょっとアンドレのダメージが大きいか。ここでババにスイッチです。赤コーナーサイド、チャンピオンチームが少し20分を過ぎてきましたがスタミナ面やや苦しいか、特にアンドレ。さあババはどうか。あっと逆に返した。当たりはうまい。あっとキックです。さあハンセンがホイップしていった。ババを相手にというところなんですが、この当たりはうまく相手の力を利用します。本体ジャイアントババ逆に振り返した。逆に振っていった。さあラリアットがあるぞ。キックです。本当キック。そして抱えるか。ババをパワーバムだ。返しました。惜しい。本当に惜しい。ジャイアントババをパワーボム。
戦であります。蹴っていった。しかしキック。フェンダー許しません。さあ今度はおっと足を取りました。ジャイアント STF リング中央反戦苦しい。さあ奥穴サイド、ここはゴディにスイッチ。さあ今度はすごい形相で締め上げていきます。ロープに逃れます。そしてヤシの実割りだ。ヤシの実割り。さあこれがババの流れ。かばした。肩が割ります。返しました。かかりか、どうだ。ババは上がらない。あっと逆に返した。すでに先ほどハンセンのパワーボムがババに炸裂しています。アンドレにスイッチです。さあアンドレとまたゴディです。25分のそのまま決めていった。腕を取ったのはゴディ。さあアンドレスタミナの回復はあったかどうか。どうでしょうか。抱えるか。抱えた。バックドロップ。山脈を持ち上げたデリバリー。さらにブレンバスターか。どうだ。抱えた。ブレンバスター。そのまま投げていった。山脈が今度はひっくり返りました。そしてタックルです。なりふり構いません。タックル、ドバールタックル打っていった。さあアンドレが捕まった。ナックルを打ち込む。さあゴディはチャンス。ハンセンゴディ組はチャンスです。一気に攻めたい。強烈に決めていくです。ロープに逃れます。あとハンセン入ってきた。アコーナーサイド二人がかりでそのまま落としていった。アンドレを攻めます。ババは入ってきません。アンドレダウン。のど赤。さあこの辺りのコンビネーション。のど赤。チョークスラムいけるか。いけるか。しました。あとそのまま倒していった。なぎ倒したような感じでした。さあハンセンにスイッチ。ババが来ました。ババのカットはこれをすり抜けてハンセンが行きます。ハンセンが直接アンドレのところに行く。ニードラップです。さあババが入ってくるがアンドレ苦しい。鈍い音がする。大巨人タック苦しくなった。チャンピオンチーム、あっと返していった。落とす。抱えるぞ。ボディスラムだ。さあカバーだ。カウントがいる。決まるか。どうだ。返しました。驚いた。カバーのカット。さあですが苦しい。アンドレが非常に苦しい表情をしている。なんとか一つ返しました。さあババにタッチはできるかどうか。ハンセン捕まえに行くが、タッチです。タッチ。30分が経過。さあババです。キック。さあババがハンセンを捉える。ジャイアントババの怒り。さあもうババが頑張るしかない。ノンテンチョップですが、ハンセン返した。どうか。今度はハンセンのカバー。カウント入る。返しました。バトゥーです。さあハンセンバック当たる。ババを持ち上げるか。いや食らいました。ジャイアントババですが、もう一回行く。ハンセン必要に攻める。かわず落としだ。かわず落とし。オンタイに決めた。かわず落とし。さあいつ左腕がうなるか。スタンハンセン。ババも立ち上がる。あっと腕を決めに行った。腕への攻撃、右腕への攻撃でした。キック。ジャイアントババ。ババが抱える。ファイルドライバー。首から突き刺さった。さあゴディ巻いてきた。あっと容赦のない攻めです。あとジャイアントフットスタンプだ。そしてアンドレ入ってきた。アンドレがゴディを分断。さあハンセンとババの対決か。逆に振り返した。捉えたのはババ。あと振り返した。今度はハンセンか。いや、こらえます。
まえたな、ババア。ココナッツクラッシュ、ココナッツクラッシュ、スリーパーホールド、スリーパーだー。さあゴディ間に合うか、アンドレも入ってくる。また4選手が入り乱れます。この2人で決まるのか。ネクブリカートラップ、そのまま叩きつけていった。さあアンドレです。ゴディも入ってくる。さあ両チームが勝負に出ている。ショルダータックルは反戦、反戦の勝ち。ババ入ってきた。さあ4選手入り乱れる。腕を取っていく、腕を決めに行った。ジャイアントババ、このあたりはうまいチャンピオンチームであります。そのまま決めていった。コブラツイストはアンドレ、大熱戦になりました。全日本プロレスゲーム中継、この放送は配信時間を延長してお送りしていきます。世界タッグ選手権試合、さあ今度はゴディです。逆に振り返した、振り返したのゴディ、蹴っていった。さあパワーボムあるか、あるか、あるか、抱えた、うーんと上がらない、上がりません。あっと逆に返した。そしてバックブリカー、あっと背中を狙っていきます。抑え込んで、そしてそのまま抑え込む。ロープに逃れます。近かった、ロープが近かった。キッチンシンクだ、ゴディのキッチンシンク。さあ4選手に乱れ る, るババがハンセンを捉えている。頭から落としていった。DDT はテリーゴディ掴んだ。さあ持っていくか、のど輪か、のど輪だ、そのまま落としていった。強烈チョークスラム、そして抱えるか、どうだ、こらえる。アンドレ、アンドレこらえる、こらえました、こらえました。さあ両チーム4選手が入り乱れる展開になりました。なんだー、あとはパンチか、ラリアット、強烈ナックルパートかラリアットかですが、ゴディ倒れない。不死身の両者の戦いはどちらにか、軍配か、 DDT だ。さあハンセンも入ってくる、ババも入ってくる。あとババがゴディを捉える。ジャイアントカブラツイスト、権利があるのはアンドレとゴディ。混沌としてきた。アンドレはダウンしたままだ。さあベルトが移動するか、のど輪か、ゴディがのど輪こらえる、アンドレこらえる、あっと返していった。さあ混沌とした試合、世界タッグ反戦にスイッチ。アンドレがオコーナーサイドにいます。2位を突き上げる、2位を追っていく、左腕のウエスターン、何やった、ショートレンジのウエスターン、ショートレンジで打っていきました。ババ入ってくる、間に合うか、ババのカットは間に合うか、カウントが入る、間に合わない、カウント3、カウント3、新チャンピオン誕生。世界タッグ王者、新チャンピオン、スタンハンセン、テリーゴディ組となります。そしても40分11秒、最後は左腕がうなりました。スタンハンセン、ウエスタンダリアット炸裂、アンドレが下しました。新チャンピオン誕生です。40分を超える死闘でした。最後力尽きたアンドレザ・ジャイアントでした。新チャンピオン、ベルトはハンセンとゴディへ。さあ次回はチャンピオンカーニバルジュニア、どうぞご期待ください。ババアンドレも大きな拍手が送られます。戦線今後どうなるか、こちらにも注目です。実況私山田大輔でお送りしてまいりました。次回をどうぞお楽しみに。